こんにちは、フリッカーエミリです。スバルがフラッグシップ SUV アセントを世界初公開です。最新のスバルグローバルプラットフォームを用いた3列シートのミッドサイズ SUV をロサンゼルスで発表しました。シートレイアウトは 2+2+3 の7名乗りと 2+3+3 の8名乗りの2パターン、7名乗り仕様の2列目がキャプテンシートとなっているのはスバルとして初採用となります。これまで北米向けのフラッグシップモデルには水平対向6気筒エンジンを積んできましたが、アセントのエンジンは新開発 2.4 リッター水平対向4気筒ガソリン直噴ターボ、もちろん駆動方式はシンメトリカル AWD となっています。変速機はマニュアルモード付き CVT ながら、北米で求められる牽引・トーイング能力は5000ポンド約 2.2 トンを実現しているということです。先進安全装備、アイサイトも標準装備しているのもフラッグシップらしいと言えるでしょう。北米での発売は2018年夏、日本国内ではボディサイズ的に持て余すと感じるユーザーもいるでしょうが、新たな3列シートのラインナップとして求める声もありそうです。スバルアセント主要スペック、米国仕様。全長4998mm、全幅1930mm、全高1819mm、ホイールベース2890mm、最低地上高220mm、乗車定員7、8名、エンジン型式 FA24、エンジン形式水平対向4気筒 DOHC 直噴ターボ、総排気量 2387cc、 最高出力260馬力 5600rpm、 最高トルク277ポンドフィート 2000、4800rpm、 燃料種類 87AKI、 変速装置スポーツリニアトロニック CVT、 タイヤサイズ24560R18、24550R20、